清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ。今回は男子中学生ノルディックコンバインド選手を紹介します。私井山圭介が紹介します。森太陽選手、札幌市内の中学校に通う15歳。父と兄もコンバインドで活躍する一家で育ち、大会に参加するようになります。全国大会では2位が続いていましたが、今年のサマージャンプ大会で見事優勝。今後の成長が楽しみな選手です。強いて言うならすごくバランス能力が高いとか、今後ますます多分彼強くなりそうな感じで、どんなジャンプができていくんだろうなっていうのがすごく楽しみです。兄の影響が大きいと思います、ね、あそう。でも兄もすごいけどお父さんもすごいもんね。はい、やりたいっていうより自然と、まあそんな感じ、そんな感じだよね。まあみんなよりビビリなんで、うん、すごい飛ぶのには時間かかりました。あそう。走るのは情熱的にはまあなってなくて、まあ、最近、うん、頑張ってる感じですか。あそう、はい、走るの辛いもんね。ないですね。まあ遠くに飛んで気持ちよく飛べるところが楽しいところです。下りとかで、うん、まあ、人抜かしたりしたりするところが楽しいところです。森選手のトレーニングに挑戦、井山チャレンジ。傘を持ちながら、あ、乗りながらバランス取ります、うん、すごいね。傘いる？ちょっと待って。いやできないって傘。すごいバランスですねこれ。見た目以上に難しいからこれ。次回は森選手のお部屋について伺います。